いやー、明日から夏休みかと思うと嬉しくってさ。まあ夏休み中も部活があるから結局学校に来ることになるんだけど、それでも夏休みっていう響きがなんちゅうか甘い響きなんだよな。ラジオ体操解禁賞も狙ってるんだ。夏休み中毎朝俺が起こしてやるから一緒に行こうぜ。じゃあな。これから職員会議があるんだよ。会議室に押し込められてさ、やれ今後の抱負を言えとか、生徒に対する接し方を考えろとか、いろいろ言われてさ。俺、難しいこと考えると眠くなるから、会議中眠気を抑えるのに必死なんだよな。さっきも教頭に呼び出されてさ、今回の職員会議では寝ないようになんて釘刺されちゃったよ。いやー、中間テスト後の職員会議で爆睡しちゃってさ、隣に座ってたムツキが言うには揺らしても叩いても起きなかったらしいんだよね。しょうがない。逃げたら余計怒られるだろうから、行くとするか。じゃあな。長い職員会議も終わったし、これで明日からは楽しい夏休みですね。ええ、ムツキは週に 1、2 度顔を出すことになってるんです。サツキさんは部活があるから8月の2週間合宿に出かけるし、ウズキさんはイベントに向けて追い込みだって言ってましたよ。でもね、キサラギさんは綺麗さっぱりお休みしてるみたい。ただ2週間に一度交代で日直があるから。その点羨ましいのは弥生さんなんです。高位は学校にいる義務がないのですっかりお休みなんですよ。
でもみんなが留守にするってことはきっとないはずです。誰かしらあなたと一緒にいられるはずですから。ムツキとまたプールに行きましょうね。二人きりですか？ムツキはあなたさえよければ。顔して。ああ、暇だから水まきを買って出たんだよ。たまには家のこともしないとな。いつもムツキに任せっきりだからな。洗濯や庭掃除。うん、夏休みに入ったら少しは手伝うか。朝9時から昼まで勉強で、午後は遊びで夕方がお手伝いだろ。で、家族旅行の予定とかまで先生に知らせてさ。あ、宿題には絵日記まであったもんな。俺、ああいうの苦手だったんだよ。だから海辺で拾った貝殻を集めて怪獣作って持ってったっけ。巨大なジオラマもつけてさ。さつきちゃん、お電話なの。おっと、呼んでる。それだ。送られてきてさ、やっぱりワンピースとかの方が男って、その女のこと可愛いって思うのか。
どうかな。本当か？なんか不思議だな。お前の前だとなんでワンピースが着れちゃうんだろう。絶対男の前でスカートなんか履かないって思ってたのに、なんでかな。でもやっぱり少し恥ずかしいや。おはようございます。ほらほら、早く起きろってな。遊びに行くんだよ。せっかくの夏休みですからね、お出かけしましょう。さあ、準備してください。本当ですね。まるで夢みたい。ここ本当に日本の海か？あー、見て見て、青いお魚さんが泳いでる。綺麗でしょ。ここね、社務所の人が教えてくれたの。地元の人からは極楽海岸なんて呼ばれてるらしいわ。極楽？素敵ですね。それに誰もいないみたい。もしかして、なんか怖いことでもあるの？さすが、察しがいいわね。もしかしてここで泳ぐと霊に足を引っ張られるとか、そんな話じゃないだろうな。やめてください。調べてみたいです。本当のこと言っちゃうと、ここで幽霊を見たって人が多いのよ。噂では、海の中から大きな人間の霊が出てきて人を襲うらしいんだけど、それで町の人が立ち入り禁止にしてるんですって。でも大丈夫、私がいれば安心して泳げるわ。何かあったら除霊してあげるから。確かに弥生さんがいれば安心は安心ですけど、泳いでる間にガーッと何かが襲ってくるとかは嫌だぜ。あら、さつきさんなら逃げ切れるわよ。言ってくれるじゃん。どんなエネルギー体がいるのか楽しみです。どうかしましたか？むつき、ちょっとだけ
怖いけど、こんなに綺麗な景色の中で泳げるなら我慢できちゃいます。幽霊さんのおかげで私たちのプライベートビーチみたいですもの。それにあなたがいるんですもの。男の子ですものね。頼りにしてますよ。エネルギーに反応するレーダーのようなものです。もしも霊体が人の目に見えるのなら何らかのエネルギーがあるわけです。このレーダーに反応があるのは沖の岩陰なのですが、しばらく心を研ぎ澄ませてみたんだけど、霊とかそういう類の存在はないみたいだから。え、地元の人が嘘をついてるとは思えないけど、何か他のものを幽霊と見間違えたってことはあるかもしれないわ。水族館から逃げてきたようですね。
が来たら寄ってくるはずです。なんだ、拍子抜けしちゃったわ。お茶でも入れようかしら。そうですね、とりあえず理由も分かったことですし。はーい、みずきね、アイスも食べたいの。ジュゴン、買いたいです。こら、ジュゴンなんて買えるわけないだろ。ここに人が近づかない方がいいって伝えておくわ。あなたが優しい人でよかった。そうね、ちょっとかっこよかったわよ。車の準備はできたぞ。ジュゴンの餌が確保できるように定期的に電波を出して海藻を成長させる装置と海水温度を暖かく一定に保つ装置を岩陰に置いておきました。この海で人知れず飼えばいいじゃんって言ってやったんだよ。ねえ、心が傷ついて
起きろ。よう、夏休みも今日で終わりだしさ、一日俺に付き合えよな。それは行ってみてのお楽しみ。取られちゃったし。